の注目のねアーティストの一人ということで、はい、松見幸宏君をご紹介したいなと思って、そしたらいきなりなんかじゃあうちおいでよみたいな感じで呼ばれたんですけど、うんうん、ここはまさに松見君のお家ですね。そうですね。もともとでもあれだよね、松見君ってジャズシーンにどっぷりと使っているタイプではないんだよね。もともとないですね、うん、でもジャズすごい好きで、うん、まあそのもちろんやり始めはロックですけど、うん、自分の中でそのこれだと思ったのはジャズ で、うんうんうん、でそれでジャズフィールドに行って、うん、したら何て言うんですかね、まあいろいろこうそれだけが全てじゃないなというか、うんうん、自分を表現し、をする時に、ね、ジャズだけでは自分を表現できないというか、うん、私にとってはこう衝撃だったっていうか、他のアルバムにはない、うん、何か不思議な魅力がある。なんか変ですよね。なんかね、なんでだろうね。俺もわかんないんですよね。なんかね、一回聞くとまた聞きたくなるというか。本当。うん、でまた最初の方は割とこうソウルフルな曲が入ってたりするんだけど、うん、中盤とか後半にかけては割とこうアンビエントっぽい感じの、ね、ちょっとドープな方向に、うん、入ってたりとか、うん、きますね。そうそうするから、うん、ちょっとでもいいから新しいことをやりたいっていうのが、まあ、最近よく言ってて、うん、まあその、ね、音をね、うん、まず一番立てないでしょこの音はっていう音を無理やり立ててみたりとか、うんうんうん、そうするとそのまあ、簡単にありえない状況が生まれるわけですよね、うんうん、そういう方がなんかグッとくる、うん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 、自分はなるほどね、そのグッとくる感じがやっぱ、うんうん、それを大切にしたいなと思って、うんうん、で特に、まあ、渥美君はプロデューサーだけじゃなくてギタリストとしてもやってるわけじゃないですか、うんうん、で自分の弾いた演奏とかをこう切り刻んでというか、うんうんうん、サンプリングして、うんどんどん音を乗せてったりとか、うんうん、そういうのってギタリストとしての追求してやってる人にとっては切り取って、まあそうですよね、つけられるのって結構嫌がるじゃないですか、うんうん、そういうのも結構斬新にガシガシやってますよね。はい、だからそれは制作物というものとライブというものを全く別に考えているから、制作物っていうのは結局その時間軸も飛び越えられるわけよね、うん、せーので撮らなくても後から重ねて入れられたりとか、その一度撮ったものをか後の時間に加工できたりするわけじゃないですか。だから時間軸を飛び越えられて、その現実感というところ、もちろん自分が弾いてるから現実なんだけど、とそうやっていろいろこう加工を施すことで、より現実ではできない、まあ、非現実的な音作りってできるわけですよ。ライブだったらできないけど、その瞬間しかないから。だから制作物のいいところっていうのはそうやってこう時間軸を飛び越えられるから、じゃああえてやっぱりそういうメリットをちゃんと取り入れた方が面白い。渥美君的にはどういうふうにライブはやっていきたいなと思ってるんですか？アルバムで表現した世界観っていうものをライブではトリオの編成でどこまでやれるのかっていうことをやってみたくて、だからアルバムコンセプトととはちょっと違っていて、ギターとキーボードとドラム、うん、でこのトリオの編成で自分が思い描いている世界観っていうのをどこまで表現できるのかっていうのにすごいトライしたくて、だから曲もすごいシンプルにしてあるし、サーディックっていうプロジェクトに関してはその日の流れっていうものとか今までの流れとかっていうものにどれだけ正直でいられるかっていうことをやりたいし、うん、そういう意味では言った通り、うん、もう毎回違うし、ね、これでいいのかっていうところもあるんですけど、そうですよね。そういう意味でも皆さん毎回ね来てもらって、同じ曲なのにどう変わるか、その変化もなんか楽しんでもらえたらいいですね。うん、ですね、はい、楽しんでほしいですね。そういえば渥美くんなんかお知らせがあるんですよね。ありますあります、はい、12月に一応セカンドアルバムっていうものを出そうと動いてるんですけども、うんはい、そのサーディックのセカンドから先行シングルを、うん出すってことになりまして、で9月の、10日に、iTunes で先行ダウンロードを、やるんですが、サーディック、フューチャリングボーカルマルで、ローリンヒル の、うん、多分ご存知だと思うんですけど、うんうん、トゥーザイオンって曲があって、うんうん、超超先行ですね。先行ダウンロードみたいな感じ、はい、ちなみにその、HMV の渋谷店の10周年なんですけどね、うん、今年折り紙プロダクションズっていうそのレーベルから
1枚コンピを出させてもらうことになって、うん、その中にあのフューチャリングボーカル花の、うん、All Things in the Universe って曲と、僕とその天倉正則ドラムと、うん、菱山翔太とあとは吉浦健二ってパーカッション4人でやってる、うん、インストのムードっていう曲があって、うん、でまずだからアルバム前にその3曲をこうちょっと皆さんに聴いてもらう感じで出して、うん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 、で12月に出すと。なるほど、ストーリーができてますね。なんとなくいい感じにできてて、はい、うん、またそうそう、うん、そうなんですよ。皆さんぜひ聴いてみてください、はい、